ちょっといざとなった時が来たんじゃないですか、ちょっと。ただな、いざとはさっき来てた気がするけど。ちょっとね、あの、ちょっとでっかくなっていきましょう。そうすればすぐファイヤー取れますんでね。ちょっとね、ファイヤーのあるなしで結構、あれ、いきなりファイヤー出るんじゃない？あ、でもこれ中間触ってるから。おっと。しまった、そうだった。しまった、そう。あ、ちっちゃくないと入れない。これは…積んだじゃないの、これは。これはもうちっちゃくなれって言われてるようなもんだな。いや、ちっちゃくなっても入れないよね、きっとね。よいしょ。あー、ダメか。抜けれない。そっか、しまった。ちょっと勘違いしてましたね。おっと、風前の灯火になってきたぞ。あれ、キノコ1個無駄にしたってことですか、今の。アイテムが1つなぜか消えましたね。なんででしょう。でもそうすると後半の方が厄介だな。何が厄介って、ちょっと足場がわからないっていうのと、でどこにそのアイテムがあるのかわかんないですよね。ほら、特にでっかくなれない。まあでもこれすぐ去ってんやつ。隠しアイテムだよね、ちっちゃいキノコ。おそらくまあアイテムで持ってはいたけど自殺ですか。いや、避けようと思って下押したら墜落してしまった。はい、ということで再度やってまいりました。改めてここから再度スタートしていきたいと思います。はい、ダイジェストが大方2の1を経て2の2に、はい、まあまあ今度はね、ちゃんとね、サクッとね、すぐ戻ってきたっていう証拠で5機持ってますから。あ、もう一回確認なんですけど、これクリア動画でいいんですよ。はい、クリア動画ですよ。何か、なんでしょうね、気になるところでもございましたでしょうか。一応確認しとこうかな。ああ、そうですね。まあ、確認大事ですからね。あまりにもダイジェストが多かったから。ああ、確かに。基本的に密着すれば出てこないはずだとは思ってるんですが。うん、密着すれば出てきてないっぽいですよ。なんとかパックンゾーンを抜けたと思ったら変なファイヤーくんが、名前がちょっとわからないんで申し訳ないんですが、そこのゾーンに来ましたよ。そこのファイヤーゾーンも抜けるためには、いやー、やっと大きくなった。あなた大きくならないでいい。ちょっと、うわー、登ってくる。怖い。あ、矢印が見た。ここまでは来たよ。中間はどこだ。さっきも一応やっぱり一回ここまでは来たかな。ただなんかスターでかっ飛ばしてたから、なんかその先がどうなってんかよく。どっかにちっちゃくなるキノコがあるっぽい。ああ、なるほど。やっと中間、やっと、もうやっと。いや、言うほどやっとじゃないですよ。ダイジェスト飛んでるから。ああ、なるほど。素晴らしいですね。編集技術というやつですね。それは、すば。うん。そうですね。まあまあ、中間。そうですね。まず最初の目標クリアしました。中間までは行きますよ。ちっちゃい目標が。いや、もう、コツコツ小さい目標をクリアしていくっていうのが大切なんですよ。これでもし、また議論つってるけど、ね、これでもしあれですよ、途中でクリアせずに、マリオワールドが終わった時に、あ、やっぱ無理だったんだなっていうことなんか全員に伝わるっていう、そう、閉じをしてしまったがごとく。ちょっとここもね、結構火の量が多くて大変なんですよね。まあ、ちっちゃくなってるからまだその分行きやすくなったか。ただね、全く床があるかすら見えないっつうのは、これパックンフラワーなんだよね、それ。なんか変なファイヤーいるな、おい。これどうする。え、下からつけばいいんだ。そうっすね。ただ、下に行くタイミングない。一発ずつしかってことないかな。まだ床ある。床ある。当たってない、うん、したら逃げるしかない。逃げろー。多分つけるんだけど、
つけてなかったもんね。なるほど。から意外と全部ちゃんと当たってなかった。なんかでけえのいるな。よいしょ、バックフラワーもでかい。ここはなんかもうスライディングしていっちゃえ。おお、希望の光が。あ、おこれはあからさめ、あからさまに今上になんか別のとこが来ますよ的なとこがあった。まあまあ その辺はまあそういうルートもありますよぐらいな。あー、やっとやっとだ、よかった。やっと。じゃあスムーズにいったから、また次回ってことなんですかね。まあ、そうですかね。はい。さて、ようやくなんか。やっと砦まで来た。そうですね。中間地点ですかね。そうですね。まあ、まあまあね、ちょっと中間っぽい砦、なんか上に乗っかってるところ気になりますね。はいはい、じゃあ、行きましょうか。さあ、どうなることやら。なんか編集スタッフの方から一つのステージで8回ぐらい死んでもらうとありがたいっていう。なぜ死ぬことを望まれているの。それはそこに需要があるから。いやいやいや、ないないない。いやいや、もうノーミスクリアですよ、需要があるのは。もうそしたらもう編集なんていらない、シンプル一発終了ですよ。そんな動画が果たしてどこに需要があるの。いや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 、やっぱりサクッとクリアする動画っていうのもね、見たいっていう人も多いんじゃないですか。もう俺は高ピーさんの前で会ったことがない。おかしな話ですね。 それは何かちょっと私に対して勘違いしている人たちっていうことじゃないかなと思うんですが、しかしなんか変な炎が上からどん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 飛んできて、ちょっとそれを飛びながら、それを避けながらちょっとね来てる感じをちょっとタバーが、まぶ、ちょっとこう金網みたいのにしがみつきながら登りながら行きますよ。うお、すげえ飛んでくるやん。よいしょ、ここでいいのかな。よいしょ、扉を開けますよ。あ、じゃあ途中の扉、あった扉とかも別に入れるんだね。なんか、うん、ちょっと気になったんですけど、なんかあんまり最初からだと変なとこ行っちゃいそうかなと思って、変なとこ行くのが高かったですよね。いやいやいや、クリアですから目的は。そんな何おっしゃる。よいしょ、やっぱ、うーふ、ちょっとあの炎いやらしいとこで出てきますね。しかし、あ、なんか降ってきた、なんか降ってきた、金だ金だ。よいしょ、あぶね、あぶね、あぶね。あ、ここいやらしいですね。ちょっとね、ちょっとトゲもあれば炎も飛んでくる。ちょっとここ若干、うん、タイミングを測んないと結構危ない。よいしょ、危ねえ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 。うお、ちょっとわりかしデリケートな状態に。結構ね、あの飛んでくる炎みたいなのもやらしいタイミングで落ちてくるんですよね。やらしいタイミングでやらしい場所に来る。あっ、切ない感じ。なんていうかね、こうそっちを気にしていたら違う方から攻撃を食らう。いや大丈夫ですよ、あの、はい、視聴者さんはみんなガッツポーズしてる。いやいやいや、いらない。そのなんで勝手にアウェー感になってるの。自分にはこう視聴者さんのガッツポーズが見えるから、ね、おかしな話。クリアですよ目的は。なもう勘違いをされては非常に困るんですが、クリアですか。危ない危ない、金金金金、危ない危ない、危ない危ない、ちょっとあんま調子乗った。よしよし、今結構初めて知ったんですけど、パーで叩くとあれなんだね、あのノコノコとか粉々になるんだ。若干ショッキング映像だ。確かに、まあなんかちょっとね、危険ななんか、それはなんかその演出でいいのかってちょっと気にはなるレベルでした。ちょっと目先のお金を追いかけてしまって、あんまり見れてなかったのが残念ですが、入れるんじゃない、そこ。ん、ここに入れる。うん、さっきのここ、うん、あ、本当だ。お、なんかできた。お、そう、入ってみましょうか。あー、なるほど。ああ、
こういう感じですね。アバウト。なるほどね。あ、もう入るじゃない。まあ多分入ればすると。こそれを振ってコイン集めろ的な。そうっすね。なるほど。あ、アイスマリオになりました。よいしょ。アイスでね。ちょっとね、いろんなやらしい、ちょっと。そう、今横でなんか高く、危ない。かなり無理な体勢になってたのを見せる。そう、あの、Wii のコントローラーを傾けて、角度をつけてっていう感じの仕掛けだったんですが、まあよくある話です。コントローラーじゃなくて体まで傾けていたんで、明らかに よじれた体の向きが、あれやるよね。なんでみんなこう体まで傾けるっていう、なんかね、なっちゃうんですよね、不自然とね、不思議な感じで。なんかそうする方がなんかちゃんとこう、なんでしょうね、こう傾いたって認識してくれそうな感じ。やばい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 。力はそった。あ、もうゴール見えてますね。なんか素敵な扉が見えたぞ。さーて、お出ましですかね。15戦です。はい。お。お、しびれる。あ、これはこれ、ね、まずいやつ。いや、この距離はまずい。やっぱり。あぶねえ。うわ、当たるんだ。当たるんだ。当たるでしょうね。そりゃ、いや今、そりゃ当たるでしょう。いや、今抜けたと思ったんですよ。いやー、まずいな。今のは痛いな。あそこまで行ってるのに。ちょっとねー。まあ、ジャンプしたとこで着地の時点を狙わないとちょっとまずいよ、ということですね。これはちょっと。厄介ですな。結構あの火の玉どっから飛んできてんだろうね。確かに。なんかね、もう明らかに位置を狙ってるような感じで来るんでね、非常に危なっかしい。すごい。あぶね。もう。ぐん。あ。あ。あれ戻しですか。そうですね。まあ、あとね、飛行船のステージとか、あ、ありましたね、できるかっていうような、ちょっとね、強制スクロールとかダメ絶対っていう感じのね、いろいろありましたね。でもこれも進めば強制スクロール絶対出てくるでしょう、きっと。あはは、そんな嫌なフラグを立てるわけですね。はいはいはい。なんか俺はそのあたりでこう妥協をするような気がしてならない。いや、何をおっしゃることや、まあ、そういうところでこそね、ちゃんとピシッと決めるっていう。あ、なるほど、はい、そこはまあやっぱりね、ちゃんとね、なんていうか、こう力をね、ちゃんとここぞっていうところで出せるようなね、やっぱりそういうプレイングっていうのをね、見せる時が来ると。まあ需要が、それは誰も望んでいや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 、だいぶ大切な、そういうところを見たかったんだという人にも支えられてきていますからね。あぶね。おお。そんなんでいいんだ。ちょっとびっくり。我ながらびっくり。よし、行くぞ。再戦じゃ。頼もう。これはでも。アイスだけど、アイスは効くのかな、効かないのかな、効かないのかな、効かなそうですね。効かな、ジャンプジャンプ、ここだ、畜生ずれた。あぶね、ここだ。お、いい感じ。よいしょよいしょ、ここだ、ずれた、あぶね。力押しです。大
ジャンプをした着地点を狙うって言ったら自分のジャンプ力の目測を誤ってぶつかるっていう。まあまあそんな感じでしたよさっきから。あでも逃げるんだこれが、こいつが。そうですね、あれがなんでステージボスなので、まあ1回は倒したけどまだもう1回あるぞって感じですね。はい、というわけでじゃあ中間地点まで来たので、はい、また次回ですね。そうですね、はい、大丈夫ですか、取り出だけでちょっと時間足りますか、まだ続けた方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あのカットする分ああそうですか、全然大丈夫です。じゃあ一旦セーブをしておきましょうね。はい、セーブする。はい、というわけでじゃあまた次回ということで、はい、はい、中間地点からやっていきたいと思います。はい、ではまた。